ミレニアム学園、落とせ。あの、ミレニアム学園、自警団任務の延長ですね。本の中の物語のように。ごきげんよう。今頃だと予測して待ってた。先生が私の名前を呼んでくれる今この瞬間を。じゃーん、ついにと。あの、給食部の風花です。食べたいものがあったらいつでもおっしゃってください。じゃーん、ついにと。試練が怖いとき。オクソラアヤネです。ただいまより。別に協力するつもり。ごきげんよう。あ、自警団任務の延長ですね。自警団任務の延長ですね。じゃーん、ついにと。試練が怖いとき。夢かと思った。今この瞬間。こんにちは先生、これからよろしくね。ゲヘナ学園急。怒ってないから。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。条件はクリアされました。私たちは今日この瞬間を絆と定義し証明することになるでしょう。ごきげんよう。あ、お祭り運営委員会のしずこです。これからよろしくお願いしますね先生。え、ああ、はいはい、そうですよ。営業用のセリフです。給食部の風花です。食べたいものがあったらいつでもおっしゃってください。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。
ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。時系団任務の延長ですね。正義実現委員会、ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。本の中の物語の、あの、ミレニアム学園。知らずあずさ、最近トリニティ総合学園に転校してきたばかり。得意なことは単独行動、長所は小柄で隠れやすいところ、それぐらいかな。他に何か聞きたいことは？ご主人様と一緒に説明や解説が必教育支援部バイ、説明や解説が必要なら私に任せてください。お会いできて嬉しいです。先生、先生はどんなアイスが好きですか？ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。時系団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。私が来てもよかったんでしょうか？邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。
ミレニアム学園、音瀬こたま。先生の声が聞こえたのでここに来ました。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。別に協力するつもりはないんだけど。うん？食べ物くれるの？どんなの？どんなやつ？ゲヘナ学園、ミレニアム学園。ミレニアム学園、本の中の物語。勇者よ、光があなたと共にあらんことを。じゃーん、ついに登場。さあこれから楽しく遊ぼう、先生。ゲヘナ学園、給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。相変わらず地味めな私ですが、よろしくお願いします。